ご質問いただきました。歌う前にやっておいた方がいいエクササイズがあれば教えてくださいということですが、皆さんもカラオケやライブとかで歌うとき、いきなり声を出すとうまく声が出しづらかったり、いつもよりもお腹から声がね出ないとか、あとは緊張して息が上がってしまったり苦しくなってしまったりとか、喉に力が入って声が硬くなってしまうなんて、そんな経験あるんじゃないかなと思います。本番前にボイトレができればいいんですが、そんな時間がない場合もありますよね。そんな時簡単にできる効果的なエクササイズを知っていると、いきなり歌うよりも歌いやすくなったり緊張が解けたりすると思います。あなたの歌のパフォーマンスの向上のためにも、ぜひ最後までご覧いただいて参考にしてください。こんにちは、ボーカルコーディネーターの佐々木ひとえです。このチャンネルでは自分らしく歌うことで人生をもっと楽しんでいきたいという方が参考にしていただけるコンテンツを配信しております。興味のある方はぜひチャンネル登録と、そしてベルマークボタンの方もよろしくお願いいたします。それでは早速始めていきたいと思いますが、声がいい調子になるまで、それなりの時間がかかるという方もいらっしゃると思うんですね。そこで今日はカラオケやライブ本番前にボイトレができない時とか、そんな時におすすめのエクササイズを5つ紹介します。どれも目立たず、そして場所を選ばず、簡単にできるものなので、ぜひやってみてください。まず1つ目はターンエクササイズです。ターンエクササイズっていうのは舌のトレーニングなんですね。この舌のエクササイズをすることで、出しづらかった声が結構こう出しやすく、スムーズに歌えるようになったりとか、そうですね、変な力みが、喉の力みとかがなくなると思います。声がうまく出せないとか、高い声が苦しいとか、喉に力が入ってしまうという場合、多くの場合ですね、舌に原因があったりすることが多いんですね。これ不思議かもしれませんが、なぜ舌なのかというと、この緊張したり無駄な力が入ってしまうとね、舌って実は固まってしまうんですね。固まってしまうとどうなるかというと、ぐっとこう舌に力が入ってしまって、奥の方にこうぐっとこう落ちてしまうことが多いと思います。そうすると、この落ちてしまった、この緊張した舌がスムーズにこう声をね、あーって出していくのを邪魔してしまうわけなんですね。舌が足を引っ張るというわけです。なんか変な日本語ですけれども、舌が足を引っ張ってしまうわけですね。でレッスンでも、舌の位置を変えるだけで声がすごい急に楽になったりすることがよくあるんですね。ただ舌って自分自身でこの力が入っているということを自覚しにくいんですよね。私もそうですが、あ、今日舌が力が入ってるな、舌が凝ってるなとか、あんまりこういうことって気づけないじゃないですか。肩とかね、体の筋肉だと、あ、ちょっと腰が痛いとかね、肩が凝ってるなとか、そういうことって結構わかりやすいんですが、あ、舌に力が入ってるっていうことって本当に気づきにくいです。だけどこの舌ってね、結構力が入ってるわけなんですよ。自覚はされてないと思いますけれども、舌に力が入っているとどういう症状が出るかというと、まず声が出しづらくなります。そして発音しにくくなってくるんですね。なんか声がこもった感じになったりとか、後ろのに引っ込んでしまったりとか、スムーズに出せないというような症状が現れると思います。でもこれって直接舌に力が入ってるというよりも、この辺の周りの筋肉とかね、なんかすごい喉に力が入ってるなとか、そういう風に感じることが多いので、舌自体に原因があるっていうことはなかなかこう分かりにくいというか、気づきにくいものでもあると思うんですね。ですが原因は結構舌にあったりします。喉に力が入ってしまうとか、高音が出しにくいという方は、ぜひターンエクササイズをね、日頃からやってみることをお勧めします。で、普段毎日やらなくても、例えば歌う前とかライブ本番前とか、そういう時にはぜひやっていただきたいのでね、頭の隅に置いといて、ぜひ実践してみてください。で、どういう風にやるのかと言いますと、まず舌を下に突き出します。結構思いっきりやっちゃっていいかなと思います。この時点で出しにくい方は、結構舌に力が入ってしまっている可能性があります。思いっきり出した状態で、次は左右に振ってみます。こんな感じです。10回くらいやるといいかなと思います。そして次は舌を上に突き出します。こんな感じですね。この舌の裏のこの筋ありますよね。そこが結構突っ張るぐらい出してみるといいと思います。で、出した状態で今度は左右に振ってみます。
こんな感じです。結構ねもう本当にちょっと痛いくらいな感じでやってみるといいと思います。そして最後は歯の裏をぐるっとこうなぞっていきます。どういう感じかというと、こんな感じです。で、これができたら逆回転でもう一回やってみます。こんな感じですね。結構人前でやるのはちょっと難しいかなというふうに思いますけれども、どうですか？こうじわーっとね、唾液が出てきませんか？特に緊張すると喉がカラカラになったりするので、このターンエクササイズをやることで喉を潤していくこともできます。まあ、本番前とかね、ぜひやってみてください。舌に力が入っている状態であーっていうのと、まあこれ今舌がちょっと引っ込んでいて力が入っている状態であーっていうのと、楽に力を抜いて舌の歯の裏にちゃんと舌がベロの先がくっついているような状態であーっていうのって全然出しやすさが違いますし、やっぱりこの舌に力が入ってる方がこもって感じると思うんですね。音的にもずっとこういう風に力が入った状態でこう無理やり声を出そうとしても、ちょっとね半ブレーキかけながら走ってるようなものなので、結構負担もね大きいと思いますし疲れます。なので、まあ、本当に解放した状態、力が入らない、ブレーキがない状態でスーッとこう気持ちよく声を出していくことが理想的ですよね。そういう意味でもこのターンエクササイズは舌のストレッチになるので非常に効果的です。そしてこれってもう本当に歌う直前までマスクの中とかでねくるくる回したりとかできますので、気持ちよく声を使ってスムーズに歌っていくためにもぜひやってみてください。そして2つ目、これは、喉開けストレッチです。本番前にストレッチしてこう体をね動かしたりするのはもちろんおすすめなんですが、今日は喉のストレッチということで紹介していきたいと思ってるんですね。まあ、いきなり歌わないといけない時とか本番で緊張していると普段より喉に力入ってしまいますよね。で、喉に力が入っているとそれだけでまあ声出しづらくなりますし、高音とかもね、いつも出てるんだけどなんで本番出ないんだろうっていうことって本当に多いと思います。まあ、そんな時ダイレクトに喉の力を取ってこうリラックスさせていくエクササイズを知っておくだけで、少しはこう余裕を持って声を使っていくことができると思うんですね。これをやることで喉周りの筋肉をストレッチすることはもちろんなんですが、歌ってる時に喉にこの余計な力が入るのを防ぎます。どうやるのかと言いますと、あくびをした時の喉のままですね、のあくびをした時の喉のまま首を上下左右に動かします。まあこれだけです。簡単、できれば10秒くらいキープした方がいいかなと思いますが、今やってみたいと思いますので一緒にやってみてください。まずはあくびをして、この吸った時のままですね、このままで右向いて10秒くらい数えます。息は止めたままで大丈夫。はい、こんな感じです。はい、そして正面向いて戻って、次は左ですね、のまま、はい、こんな感じです。あとは上向いて、あと下向いての感じで、10秒くらいキープしてやってみるといいかなと思います。まあ、そうすることでこの喉のねこの辺の緊張をほぐして、歌っている時に喉がぐっとこう固まってしまったりとか、力が入ってしまうのを防ぐ効果がありますので、簡単でしょ、ぜひやってみてください。そして3つ目、リップロールでアップダウン。まあ、これはおなじみのエクササイズだと思いますが、やっぱりリップロールは歌う前にね、やっていただきたいおすすめのエクササイズなんですね。まあ、リップロールはいろんな効果があるんですけれども、何よりこの低音から高音までスムーズな声のラインですね、これを掴んでいくというか確認していくためにぜひやっていただきたいんですね。そうじゃないといきなり歌い出してしまうと喉声のポジションのままこう歌ってしまって、あーなんかもうこうに聞きらないみたいな感じに、ね、なってしまったりしますので、どんな風にやるかと言いますと、まあ、遊びながら、まあ、
感じでね、アップダウンするだけで OK です。なんか高い音を出そうとかいうふうに思ってしまうと、まあ、歌っててもサビの途中で あの高い音がみたいに思ってしまうだけで喉が緊張してしまってグッてこう力が入ってしまうことがよくあると思うんですね。でもそうではなく、リップロールでブルルルルこんな感じでこうアップダウンしていくだけで、あ、この辺の音はこんな感じかという体感をつかんでいくことができると思いますのでね。そして声帯自体をこうスムーズに振動させてリラックスさせる効果もありますのでね、この感覚をつかみながらちょっと声を出しても良さそうな時とか、ぜひやってみるといいと思います。ピアノとかなくても全然できますのでね、アップダウンしてみてください。そしてこのリップロールができないという方はこちらの動画をご覧になっていただいて練習してみてくださいね。どんな効果があるのか、そしてどこに注意してやったらいいのかということについて詳しく解説していますので、ぜひ参考にしてください。そして4つ目、ハミングで歌うということです。このハミングもリップロールと同じ基本のボイトレなんですけれども、私もよくライブの本番前とかにね、このハミングで歌うっていうのをよくやったりします。でどうやるのかというと簡単です。自分が歌う曲をハミングで歌うだけなんですね。まるまる歌わなくても OK です。これなんでやるのかというと、一番のそのメリットというか目的はですね、声のポジションを確認するということなんですね。これめちゃめちゃ大事です。で多くの方は声のポジションが低くって喉声になっていたりで、緊張して力が入ってしまうと余計に喉でこう張り上げてしまったりしますので、この声のポジションをつかむということはめちゃくちゃ大事です。で分かりやすく言いますと、ついつい喉声で歌ってしまうような状態からスムーズに声を使っていけるポジションを確認するみたいな、そういうメリットがあります。例えばカラオケなどで自分の番が回ってくる前に他の人が歌っている曲あるじゃないですか。その曲を一緒にハミングで歌っていたりすると、もうそれだけでいいウォーミングアップになりますよ。で意外にこっそりできますし、ハミングでこううんふんって一緒に歌ってても誰にも気づかれないし邪魔にならないじゃないですかね。なのでぜひやってみてください。ハミングのボイトレについてはこちらの動画も参考にしてください。そして5つ目、これはブレスコントロールです。今回ご紹介しているのは5つともどれもそうですね、ピアノとかがなくても大きな声を出さなくてもどこでもできるようなものなんですけれども、最後はこのブレスコントロールですね。でとにかく本番前は緊張して息が上がってしまったりすることが多いと思います。そうなってくるとちゃんと吸うことができなくなるんですね。なのでまずは息を吐いていきましょう。とりあえずこの息を吐くことが大事です。吐くと自然に息が入ってきますので、難しく考えずに、とにかく息をゆっくりと吐いていきましょう。呼吸を整えるだけでも気持ちが落ち着いてきますし、ふーというふうに吐くだけでも OK なんですが、できればという感じに長く、はーでもいいですけどね、はーでも、でこの時に体の中に注目していくといいですね。肺から息がこう送られてきて喉を通過して歯のあたりに当たって、こうそれが自分の息が外にこう流れていくような、このどんな感じなのかなっていう、その息に注目してずっとこれを見届けるような気持ちで、その息の動きに注目しながらやってみてください。で今回紹介したこの本番前におすすめのエクササイズ、これはどれも簡単で、そうですね、5分もあれば全然できると思います。もちろんこれいっぺんにやらなくてもいいですし、この順番通りにやる必要もないです。だいたいこの5つですね。まず1つはターンエクササイズ、あとは喉開け、
のストレッチ、リップロールでアップダウン、ハミングで歌を歌う、そしてとりあえず息をこう吐いていく、まあ、この5つですね。順番も関係ないので、この5つを覚えて歌う前のエクササイズに取り入れてみてください。この他にも、もう本当こう肩を回したりとか足を伸ばしたりとかね、体を動かすエクササイズはぜひやってみてください。本番はできるだけいいパフォーマンスができるように準備を整えておくことが大事です。でもうまく歌わなくちゃとか、ちゃんと歌わなくちゃとか、そんな風に思う必要はないです。そういうふうに思ってしまうとね、逆に緊張してしまいますので、あなたはあなたらしく歌ってみてください。もう大丈夫です。あなたはあなたのままで十分素敵です。というわけで今日の動画いかがだったでしょうか。少しでも参考になったなっていう方はぜひグッドボタンの方もよろしくお願いいたします。そして LINE にお友達追加いただきますと、 LINE でしか見ることができない3ステップ動画というのも配信させていただいてますので、興味のある方はぜひ、概要欄からチェックしてみてください。私のレッスンのご案内もさせていただいてます。ぜひお友達登録もお待ちしています。今日も最後までご視聴いただきましてありがとうございました。それではまたお会いしましょう。 See you!